日産を代表する高性能車として現在も語り継がれるスカイライン GTR は第1世代、第2世代、第3世代と分けることができます。どの世代も年々中古車相場が高騰していますが、その中で第2世代のスカイライン GTRBCNR33 が5万5千ユーロ、約710万円、似てオランダで販売されていました。これれまで販売されてきたスカイライラン GT-R は、 第一世代の1969年に登場したハコスカ、PGCKPGC10 ケンメリ KPGC110 第2世代の1989年に登場した R32BNR32 続いて R33BCNR33R34BNR34 です。 また、2007年からはスカイラインの長トレ実質的に第3世代と呼べる GTR ・ R35 が2021年現在も販売されています。そうした中で、第1世代はクラシックカー、旧車として世界中で人気を誇り、第2世代は映画やゲーム、漫画などの影響から日本を代表するスポーツカーとして支持され、どちらも中古車相場やオークション相場が高騰しています。 中でも BCNR33 は価格が高騰してはいるものの他のスカイライン GT-R と比べると比較的手が届きやすいモデルといえます。 1995年から1998年に販売されていた R33 は、先代の R32 と比べてボディサイズは拡大しましたが、2.6リッター直列6気筒 DOH シーツインターボ RB26DETYA4WD システムアテーサ e t s は継続して採用されました。さらに、R32 と比べてタイヤやブレーキの進化。 サスペンションセッティングの最適化により走行性能が向上しています今回オランダで発見された R33 は1997年式のモデルですこの手の国産スポーツカーの場合エンジンなどがチューニングされていることが多いですがこの R33 は日産の工場から出荷された時のオリジナル状態を持っています 搭載される2 6リッター直列6気筒 DOHC ツインターボは、シリンダーのサイボーリング、シリンダーヘッドのオーバーホールを実施。さらに、ピストンとコンロッド、エンジンガスケット、タイミングベルト、ウォーターポンプ、ブレーキなどを新しいものに交換しています。また、車種は修復、処理され、ボディはオリジナルカラーのホワイトに再塗装し、錆やへこみなどはありません。インテリアの状態も良好で、 ファブリックや樹脂の経年劣化も見当たらないなど、まさに新車当時に近い状態です。なお、オドメーターの走行距離は5万 6000km を示していますが、ニスモ製メーターに交換されているため、実際の走行距離はもっと多いと想定されます。しかし、この R33 は全体的なコンディションを考えると、走行距離は特に重要な要素ではないといえそうです。なお 日本の中古車市場で700万円から1000万円前後の価格帯では、ほとんどの個体が社外パーツを装着しています。そのため、オリジナル状態の R33 が気になる場合、海外サイトで探してみるもありかもしれません。